法人税の引き下げをめぐっては、これまで与党内で自民党の税制調査会を中心に、税収が減ることを理由に消極的な声が上がっていました。しかし、安倍総理大臣の再三の要求を受け、5日の与党税制協議会では、課税対象を広げて財源を確保することを前提に、法人税引き下げを明記した改革案で合意しました。赤字の企業にも法人税の負担を求めるために、外形標準課税制度の対象を拡大する内容も盛り込まれています。今後は今月末に政府がまとめる骨太の方針に法人税の引き下げの幅や実施時期が明記されるかどうかが焦点で、政府と与党の間で調整が続くことになります。